薄くするばかりなんだ、止められない、うん、離されてく夜になる、私はこのまま、
私はあいみょんじゃないんですけど、キーボードとアコギでなんか好きなアーティストがよく弾き語りしてて、それでやりたいなって思ってて、でみどりさんとやりたいなって思ってて、でも本当にできると思ってなかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。はい、でそんなシーンとならなくていいんですけど、バンド名がミョンランっていうんですけど、その由来がミョンランホットドッグっていうホットドッグがあって、あのチーズドッグ、伸びるチーズドッグみたいな、そうあれが由来なんですけど、このね、私たちの次ですよね、次のバンド名がホットドッグ、うん、うん、なんですよ。だからそう、これは偶然なのか狙ったのか偶然なんですかね、どっちなんだろうって話を聞いてみて、ね、食べたことはないんだけどね。そう、食べに行こうって思って結局行ってないです。行きたいですね絶対行かないやつですよねあれお腹に溜まるらしい。なんかね、結構来そうでしょ、ホットドッグってなんかねめっちゃねはい、でまあ次喋ります、うん、ね、弾き語り、私も2人でやるの初めてなので。そっか、2人弾き語り初めてです。そう、でも次行きましょう、次行きましょうネタが次の曲は、まあ、弾き語りなんですけど、ちょっと明るいラップテンポな曲なので、よかったらちょっと、ま、前に来てください。前に来て、あの手拍子、そう手拍子めっちゃ最後まで、最初からそう最後まで手拍子、手しびれちゃうかもしれないんですけど、ね、手拍子してほしいです。もっと前来てください。ありがとう。やりますか。まあ手拍子してくれたら嬉しいです。Bye.
幸せだなんて私そんなこと今まで一度も思ったことないわ。でも勘違いしないで、嫌いなわけじゃないのよ。私だってよくわからないわ。なぜ泣いているのか。いつになっても私のことを好きでいてほしいけど、そんなわがまま渡りゆく私は。ですね、まさかクリスマスにライブをやるなんて検温入ったばかりの時は思ってもいなかったです。思ってなかったんですけど、なんかみんなとね過ごせるのはすごい楽しくていいなって思います、ね、いや1年あっという間で、次が最後の曲なんですけど、まあ、今日全部で 10バンドとかあると思うんですけど、まあ、その中の1番目で、まだまだねライブこれからなので、今日一日みんなで楽しみましょう。はい、はい、ありがとうございます。それじゃあ最後の曲やります。ミョンランでした。ありがとうございました。風の強さがちょっと
布団に似てる。